皆さんこんにちは、 S 字ボディメソッドコーチのエリーです。私は普段アラフォー女性向けに、いつまでも若々しく可愛らしいボディをストレッチやマッサージで作っていくというボディメイクトレーナーをオンラインで行っています。さあ本日のテーマです。歩きすぎてパンパン、足を太くしない簡単10分エクササイズです。さあ立ち仕事やそして、レジャーですね、旅行やそれからテーマパークなんかに行った時に足パンパンになってしまうということはよくありますよね。で疲れているからそのまんま寝ちゃおうと思ったら翌朝むくみで足がパンパンになっていたりとか、足の疲労感が全然取れてなかったりとか、筋肉痛に悩まされたとか、そんな経験ありませんか？実はそのまんま放っておくとそのむくみや疲れは足の太さとして定着してしまうんです。それだけじゃなくて、実は足の筋肉ってストレッサー筋肉っていう風に言われているんですね。で、このストレッサー筋肉はそこに疲労が溜まっているだけで、脳が体全身の疲れとして錯覚をしてしまう。体がなんだかだる重になったり、なんだか寝たのに疲れが取れないなという時には足の疲労ぜひ疑ってみてください。なので足の疲労を回復する、足のむくみを取っていくということは足の太さを定着させないということと全身の疲れを取っていくということでとっても大事なことになっていきます。なので、レジャー中そしてね立ち仕事が続くよという時にも必ず一日の最後にこれだけはやっていただきたいなというふうに思います。そして疲れててもねできるように10分間のエクササイズにまとめましたのでぜひ試してみてください。さあ本日の動画を見ていただければ足の太さの原因になってしまうむくみや疲労が取れていくこと、そして全身の疲労に悩むことがなくなっていきます。本日の内容ワクワクしてきたということは今のうちにチャンネル登録グッドボタンの方をよろしくお願いします。それではスタートしていきましょう。さあ本日はね、皆さんもお疲れだと思いますのでエクササイズをしながら、解説の方をしていきたいと思います。まずね足の疲労感ちょっとね感じてみてください。足が疲れている時っていうのはすごくなんかね重たいようなイメージになっていきます。ではではまず足の疲労を取っていくねマッサージからやっていきたいと思います。まずねじゃあ右足からいきましょう。まず足の指からいきます。で足の指は親指と4本指を掴んでもらってこうね前後にグリグリグリーっとマッサージしていきます。時間のある方はね1本ずつほぐしていただいても OK です。はい、でね足の中でかなりね指って縮こまってしまいます。縮こまってくると、血流が悪くなったり足の指を使うことでね姿勢ってまっすぐに保てるようになっていくので、まず足の指をほぐすことめっちゃ重要。はい OK です。さあその次です。足首をねちょっとさすっていきましょう。この足首を掴んでもらって雑巾絞りのようにキュッ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 とやるとこの足首の周りもねリンパ節がかなり多くなっていきますのですっきりしてくると思います。足のむくみは足首から解消させていくのがポイント。はい、では、足首足指をさすったところで、反対側の膝の上に乗せていきましょう。で4本指を、指の間に差し込める方はね差し込んでください。そしてグッと握りながら足首をぐる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 と回します。はい、では反対側も回しましょう。そう、足のむくみ気になる方はね結構日常的に、足首しっかり回していただけるとかなり膝下のむくみって取れていきます。はい、OK です。そしたらギューッと握って手放すときはパッと離します。血流じわーっといく感じですね。さあ今度です。膝の下側いきましょう。まずはリンパ節をね刺激していきます。リンパ節膝の裏側にありますので親指でググ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 グっと押してあげます。ちょっと痛いかなと思う方はね優しく優しくしていきましょう。はい、OK です。
さあ、そしてももの上側の、鼠径部のリンパ節も、刺激していきますよ。4本指をビキニラインのところにギュッと差し込んで、膝をこうやって持ち上げます。足ごと持ち上げますね。そうすると4本指が鼠径部の部分に入っていくと思います。はい、OK です。これでね、疲労物質をリンパに乗せて流すことができます。さあ、では足の筋肉をほぐしていきます。結構歩き疲れてね、パンパンになってると思います。で、ほぐしていくところはふくらはぎと太ももになります。でね、一番簡単な筋肉のほぐし方っていうのは揺らすんです。揺らします。まず手をふくらはぎに当てて、ふる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 とね、これね、脱力しながら、揺らしてみてください。揺らして揺らして、そう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 、はい、 OK です。そしたらちょっとね、反対側の足も出してみて、後ろ側からポン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 と触ってみると、ちょっとね、硬さが変わってると思います。揺らした方が柔らかくなってると思います。はい、じゃあ今度太ももも行きますね。で、きっと足が疲れてる方ってね、外の太ももが結構、張りやすいんですね。なのでこの手で外側から内側にこんな感じで揺らします。コロンコロンとね、太ももを転がすようなイメージですね。で、この時に足先がブラ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 するぐらいに脱力をして揺らしましょう。はーい、 OK です。内もも前ももも気になる方は、優しく手を当ててゆる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 っとね、揺らしてあげると筋肉ほぐれやすいです。はい、 OK です。そしたら今度足全体をすねっていきます。そう、すねの部分からいきましょうか。すねね、つねれないというふうに思っている方いると思いますけれども、ちょっとね、皮膚を寄せる感じでいいです。そんな感じでね、つねっていきましょう。はい、そしてふくらはぎの後ろ側もつねって、ちょっと引っ張るようなイメージですね。で、皮膚と筋肉が癒着してしまうと、その間にあるリンパが流れる隙間がどん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 なくなっていってしまうので、ここはしっかり剥がしていくように柔らかくしていくと、この後ね、リンパ流した時に疲労物質とともに流れていって、むくみが解消できていきますからね。はい、では今度ももの上側いきます。ももの上側もギュッ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 とつまんで引っ張る、つまんで引っ張る、やっていきましょう。で、これはつまめるところ全部でいいと思います。でね、もしつまめない方は少しこう揉みほぐすような感じでも構いませんからね。まずつねっていきましょう。はい、じゃあ全体的につねられたら、足首から膝の裏側までまず流します。さあ、そしてそのまんま膝の裏ね、膝上から太ももにかけて流していきましょう。さあ、どうでしょうか。足上こう伸ばしてみて、やった方やってない方ではちょっと軽さが変わってくると思います。そう、やったと方がね、とっても軽くなってると思いますので、そうしていくと老廃物や疲れた物質っていうのがどん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 こうリンパ節に流れて、足の疲れって取れていきます。はい、では反対側はこの動画をちょっと巻き戻して同じようにやってみてください。さあ、では続いてです。今ね、リンパを流しました。そして最後にストレッチをしてあげると、かなり足の疲れもっと軽減されていきますので、このストレッチ2種類お伝えします。でね、1つ目はふくらはぎの外側です。先ほどももの外側がね、足疲れる人は張りやすいよと言ったんですけども、実はふくらはぎの外側も同じように張りやすいんです。これをね、ストレッチで解消させていきましょう。では足を前に出しますね。片足前に出します。そして対角線の手で外側から足の甲をつかみましょう。そしてかかとを押し出しながらぐーっと伸ばしていきます。この時につま先を内側にギュッ
と向けてかかとを押し出します。そうするとふくらはぎの外側や膝の裏側のちょっと外側のあたり、このあたりがギューッと伸びてくると思います。さあこれね、だいたい 2,30 秒ぐらいねやっていくといいと思いますよ。でね、この外側が張りやすくなってくると前から見てね結構太く見えていくので、これ日常的にやっていただいてもいいと思います。はい、 OK です。では、タイマー出しますね。おしまいにしましょう。さあ続いて前ももをストレッチしていきましょう。で前ももね、めっちゃ張ると思います。でこの前ももの張りっていうのが体の疲れ、全身の疲れの原因とまでもね言われているストレッサー筋肉ですので、しっかり伸ばしていきたいと思います。では、前足を横に曲げてもらって、かかとお尻の横にしましょう。そのまんま手をお尻の後ろについて、肘つける方はねついていきます。でこのまま膝を前に押し出すようにして伸ばします。で腰はね反らないように、おへそ背中を床にぐーっと押し付けるような形で前ももを伸ばしていきます。これいける方はね仰向けになっていただいても結構ですし、腰反りやすいよという方は肘をついてお腹をぐっと下げると前もも全体が伸びていきます。これを30秒くらい行いましょう。でね、これやってると、これね、あと私ベッドの上とかでよくやるんですけど、これやった後ねすごい眠気がやってきます。前ももほぐすと安眠効果が高まるというね研究結果も出てるくらいなので、ぜひこの旅行中やレジャーで疲れちゃったよという時は前ももしっかりと伸ばしてあげてください。はい、ではゆっくりと足を抜きましょう。この時に足の血流がじわーっと足先まで流れるのを感じてくださいね。はい、お疲れ様でした。では反対側のストレッチも動画をちょっと巻き戻してやってみてください。さあ本日の動画いかがだったでしょうか。ちょっとまとめると、レジャーやね立ち姿仕事、それから歩きっぱなしで足がパンパンになってしまったという時、何もしないで寝てしまうと足の太さが定着したり、体に全身疲労として残ってしまうことがあります。今日やった簡単エクササイズでですね、しっかり足の疲労やむくみをとっていただいて、すっきりとした足、そして疲労に負けない体を作っていただきたいと思います。じゃあ本日の動画少しでもいいなと思われた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。私の公式 LINE アカウントにご登録いただいた方には、未来永劫下腹がへこみ続けるといった無料オンラインセミナーをプレゼントしておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄の方をクリックしてみてください。本日も最後まで動画見ていただきましてどうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。